セルゲイ・プロコフィエフ作曲の公共曲第7番英派単調作品131は、1952年に完成した四楽章、構成の公共曲である。プロコフィエフはこの曲を、ソビエトの青年たちに捧げる意向であり、自ら、青春公共曲と呼んでいたことにちなみ、青春の表題が用いられることもある。1952年10月18日に、モスクワで、 サムイル・サモスードの指揮によって行われ、熱狂的な反響を持って迎えられた。演奏時間は約35分。第4楽章の集結部は弱奏のピチカートで消えるように終わるものと、競奏で終わるものの2種類がある。後者は初演者であるサモスードの要望を受けた、プロコフィエフが自らオリジナルの集結部に20小節ほど加筆したもので、スコアでは付録の形で載せられている。 実際の演奏は両方で行われていて、どちらを選択するかは指揮者の判断による。バレリー・ゲルギエフは、ロンドン公共楽団と公共曲全集を制作する際、歌筆版をボーナストラックとした上で、両方録音し収めている。ピッコロ、フルートにオーボエ2、コーラングレ、クラリネットにバスクラリネット、ファゴットにホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、 ティンパニ、トライアングル、タンバリン、小太鼓、シンバル、大太鼓、ウッドブロック、クロッケンシュピール、シロフォン、ピアノ、ハープ、言語部。ありがとうございます。